はい、皆様こんにちは、カズチューブです。今回もご視聴本当にありがとうございます。ホットモットの駐車場の今車の中にちょっと戻ってきて、まあ、そこでちょっと今撮って喋っておりますが、先ほど石岡選手、シュンター選手との、トレードで入団が決まりました。石岡選手の入団発表がありました。その模様コメントをご紹介してまいります。ちょっとね、もう今日すごいの駐車場が、もうなんかね、もう本当枠の外に僕は今、ここに止めてくださいっていうところに、止めて車ちょっと移動させてきたんだけども、その石岡選手なんですけれども、まずね、地元神戸、北区の出身なんで、やっぱりこう神戸、地元に戻ってきたなという感じでちょっとほっとしていますということ。まあ神戸は海もあって山もあってということ。まあ本当馴染みのある場所ですし、子供の頃はオリックスファンだったそうです。で、小学校の頃はよくこのホットモットに野球を見に来ていたし、神戸国際大附属高校の時はここでもゲームをやってるということ。だから自分のこの移籍のね、入団会見がこの球場で行われるっていうのも、何かいい感じだなと本人は、話してくれていましたね。で、まあオリックスというチームに関しては、まあ、去年も優勝したチームだし、強いチームだし、すごく明るいチームという印象があると、ということで、彼は JR 東日本の出身なんで、そこでは西野さんともプレーをしたこともあるし、あと田島君なんかともやったことがある、顔見知りもいる、でまあ、もちろんウエスタンなんかでやってるメンバーはね、対戦としてやってるし、あとアジアウィンターシリーズっていうね、オールウエスタンかな、で行った時には、宗選手であったりとか、まあ、当時吉田選手なんかもそのメンバーに入っていて一緒にやっていて、顔見知りの選手がたくさんいるというところはね、自分としても心強いという話をね、石岡選手してくれました。で、まあ、とにかく自分の売りというのは、まあ、バッティングということで、で、もともと体が大きいんで、入った当初っていうのは、プロ入り当初っていうのは長打が期待されていたんだけども、まあ、ここ近年、そのミート中心というところに心がけていて、で、長くボールを見られることによって、まあ、非常にこの、率も残せるようになってきたということ。まあ、今シーズン、今のところウエスタンの打率トップだよね。うん、で、盗塁もできるし、まあ、そういった部分でのバッティングというところでアピールしたいなと、あと走塁面でも、自分の強みだと思うんで、そこをしっかりアピールしていきたいなという話をしておりました。なかなかこう、好青年、ナイスガイという感じで期待したいですね。まあ、地元に帰ってきたっていうのはね、で、まあ、中日での6年半っていうのは、故障なんかもあって、期待に応えることはできなかったんで、まあ、立浪監督からも、チャンスがあるんで、新天地で頑張れといった言葉をね、もらったそうなんで、何としても頑張りたいということ。で、福田監督、福田 GM も、監督じゃございませんね。福田 GM も、やっぱりその、石岡選手のこのバッティングというところをね、期待して、獲得したんでというところ、そこを期待しますという話をされておりました。まあ、石岡選手ね、期待したいですね。地元に戻ってきて、まだ30歳でしょ？まだまだチャンスがあるという選手なんでね、楽しみです。で、ちょっと今までオリックスにはないタイプのバッター、選手だという感じもするんでね、ちょっとそれもまた楽しみという感じがしますね。いつ、さあ、登場するんでしょうか？楽しみです。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。昨日寮に入って、昨日トレード言われたそうよ。で、昨日寮に入って、いきなりという感じだったそうです。じゃあまた、後ほど。ホットモットの駐車場。ホットモットね、いい天気すぎてさ、こんなんだよ。今日花火。そうそうそう。ちょっと空がどんな感じか。空ちょっと開けて、こんな感じね。こんなんでね、こういう感じで球場見えています。それではまた、後ほど。